岩品学校とは、静岡県鴨茂郡松崎町岩品に残る、伊豆地域最古の小学校校舎である。1879年4月に着工し、1880年9月に、竣工総工費2630円66銭のうち、4割、余りを住民の寄付で賄った。1975年に、旧岩品学校校舎として、 国の重要文化財に指定され、1992年には、春工当時の状態に復元された。敷地内には1875年に建設された、岩品商社の建物が移築され、開花亭の名称で休憩所として利用されている。地元の大工塔寮、菊池牛太郎、高木久五郎の設計志向による、義用風建築である。玄関上の東派風などを、 自社建築の要素に加え、生子壁やアーチ窓、半円バルコニーが組み合わせられている。平面は和風2階建ての中央棟の左右から副車1棟ずつが張り出したこの時型をしている。正面玄関に掲げられた岩品学校の変額は、大乗大臣、三条、耳の書である。松崎町は、盛官の名校で、工芸家であった入江町八の出身地で、 2階の和室には代表作、千羽鶴の固定が残されている。変額状の竜の彫刻も、長八の作と伝えられている。また、開花亭の玄関天井や、旧西座敷の天井に描かれた固定は、長八の皇帝、佐藤仁蔵が制作したものである。ABCDEFGH 中村哲夫 1989ABCDEFGHIJKLM 松崎町新高校舎、ABCDEFGHI 文化庁、松本市立博物館2013、ありがとうございます。